はい、そしたら次にこのセダムです。セダムでファンデーションワークをしていきます。ここの周りですね、ここをセダムグリーンで、このようにカバーしていきます。はい、こういう状態です。少しね、上の部分、上にこうやってフォームをカバーしないとかに残ってますね。はい、では次にこのかぼちゃを刺していきます。かぼちゃはね、ちょっと硬いんで下を千枚通しの穴を開けて、そしてこう竹串で刺して刺していきましょう。で本来なんかオレンジっぽいかぼちゃをね使っていくことが多いんですけれども、今回はまあシックなハロウィンということで、このグリーン白のかぼちゃを刺していきます。次にこの恐竜の卵と呼ばれているこの素材を刺していきます。結構面白いですよね、ハロウィンっぽいの でこれは簡単に竹串がこう刺さりますので、竹串で刺して刺していきましょう。ではここで先ほど最初に入れたニューサイラーを丸めてホチキスで、こうホチキスで留めたものを刺していきます。はい、次にこのレッドダッチェスですね、これを入れていきますけど、今回ね、なんか表よりも裏のが綺麗なんで、ちょっと裏を向けていきたいと思います。ではもう一枚入れておきますかね。はい、では次にこちらを入れていきます。はい、では次にここで玉ねぎをね入れていきましょう。はい、では次にこのサンキュアリの実をね少し入れていきます。これで少しね色が明るくなりますよ。はい、そしてこちら最後にマリーサイモンの実を入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、今月のアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構ねこうシックなハロウィンが演出できたと思います。この辺のニュースアイランの巻き方なんかが結構今回のポイントですかね。それとこの見物の合わせ方ですかね。あと葉っぱのこう裏を使うとか、まあ表だけがねこう綺麗なわけではなくて、裏もこう綺麗だっていうので、まあ、植物をねよく観察することがアレンジメントの成功の秘訣になると思います。それでは今月もご視聴ありがとうございました。また来月お会いしましょう。まあフラワー TV ではほぼ1週間に2回ぐらいは動画を上げてますので、そちらもぜひご覧ください。ではよろしくお願いします。皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクからお願いいたします。またこう皆さんのご要望でね作品を作りすることもできますので、ぜひこんなアレンジ作ってほしいなんていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ下のコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。